ハローグデンターク TSFCM の中条です。ドイツのベルリンに住んでおります。今日はですね、国土交通省が出している都市モデルがございましてですね、そちらを使ってワールドを作っていこうと思います。どんなものかですね、URL がございますので、画面共有をいたします。はい、こちらでございます。3D 都市モデル、かっこプロジェクトプラテアウ。読み方がわからない。 空間情報センターが出している 3D 都市モデル、ポータルサイトということで、東京都23区もございますし、北はですね、北海道、あと福島とか茨城とか長野とか大阪とかもちろんございますし、南は沖縄、那覇まで、様々なですね、ワールド 3D モデルが用意されています。例えばですね、こちら東京の23区に行って、このですね、 データが様々ありまして、今回、Unity を使って、ワールドを実際にですね、作っていこうと思いますので、こちらのですね、FBX の ZIP ファイルをですね、ダウンロードしたいと思います。ただ、こちら 2.8GB もあるので、非常に重たいです。なので、これ、東京都23区ダウンロードして、そのまま Unity で使おうって思ったら、結構、 ユニティがその重さに耐えられずに落ちたりしますので、使いたいところ、例えば渋谷だったら渋谷だけ使うとか、六本木だったら六本木だけとか、新宿だったら新宿だけみたいな。場所でね分かれてますので、ちょっとこれ実際ダウンロードしたのがあるので、そちらをまずお見せしますね。ダウンロードしました ZIP ファイルを開くとですね、このように5つのフォルダがあります。一番手前に PDF がございまして、こちらを開くと、こんな感じでマップがあります。と。 で、こう区分けされていますね。例えば、渋谷を使いたいなーって時は、53393595と、53395596586585、この辺のを使うと、できますよって書かれてますね。で、新宿もこの辺、535とか536525526、この辺使うと、新宿できますよっていう感じですね。はい。で、 フォルダーの中をですね、ちょっと見てみますと、BLDG、これビルディングですね。で、この中にですね、多分この53394535と53394536、この2つが、この上の、新宿の北のこの2つですね。で、525は、これとこれですかね。525526。なんで、この4つを使うと、新宿が、のビルディングがですね、持ってくれると思いますので、 早速じゃあ、この4つをですね、Unity にですね、Unity 用意しているので、ここにですね、反映させたいと思います。なので、もうこれ、ドラッグドロップで、このプロジェクトのところにですね、こう、ポンと持っていってください。ちょっと4つだと重いかもしれないので、まあ、ちょっと待ちますね。はい、ダウンロードが終わりました。ちょっと1個だけ持ってきましょうかね。ここに持ってきて、近づくとですね、はい、このような感じで、 ビルがですね、こう、新宿の街並みがですね、見ることができます。これ今、どこにあるかというとですね、ポジションがマイナス26とか、Y 軸が56とかになっちゃってるので、これ全部0に揃えてあげたほうがいいかなと思います。はい。で、あとですね、3つあるので、これもですね、1個1個こう、持ってきてあげて、今、ヒエラルキーの中にですね、4つありますね。 でこれも全部、X 軸とか Y 軸がバグってるので、00にしてあげて、揃えてあげるとですね、しっかり、同じ位置に揃うんじゃないかなと思います。はい。これでですね、新宿の街並みができましたね。いかがでしょうか。で、今、道がないので、道もですね、実は違うフォルダに入っていまして、 今、これ、ビルディングの中をですね、開いてるんですけど、今度、BRID というのをですね、持ってこようと思います。新宿はですね、どこかというと、53394535なので、そのあたりの数字を探そうと思います。これ、53394535なので、ここですね。新宿の左上。で、53394536がないですね。ないので、 下を見てみますか。533、94525はあるかなありますね。94526もありますね。94536だけがなぜかないので、まあ、この3つをユニティに持っていきましょうか。ユニティのですね、アセットに同じように持っていきます。ここにまた入れておきましょうか。はい、今入りましたと。で、 この br, brid ですね。これをまたこっちに持ってきて、x 軸 y 軸 z 軸を0にしてあげると、はい。ここに道ができましたね。上から見てみましょうか。はい。ちょっとわかりにくいですけど、ここに道ができました。全部持ってきますね。で、x, y, z を揃えてあげて、どうでしょうかね。 はい。ここに今度は道ができましたが、ちょっと全部に道はできてないですけど、それがちょっと残念ですが、まあ道ができたところもあるという感じですね。はい。今、道が少しできたので、今度は DEM の方を見てみましょうかね。これも、この新宿あたりのですね、データを探すと、533945ですかね。これが怪しいので、これをですね、また新しく、 ユニティのところにですね、ドラッグドロップで、アセットの中に入れましょうと。はい。で、DM のですね、こちらのシーンの中にですね、ドラッグドロップを入れて、XYZ をですね、揃えてあげると、はい。ちょっと、白いってわかりにくいんですけど、こう、地面ができてて、で、ちょっと電車が通ってるところはくぼんでたりするので、こうくぼみがあったりとかするので、まあ、地面を、 つけることができるやつですね。で、これちょっと白で分かりにくいので、当にマテリアル入れますかね。黒っぽいやつの方が分かりやすいですかね。フロアマット4も入れると、はい。こんな感じでちょっと見やすくなりましたね。地面って隆起がしてるので、まあ、その隆起を表してくれたやつですね。で、これを地面に置いたことによって、まあ、街並みっぽくなりましたね。はい。あと、これ全部白なんで、この辺のはですね、一個一個、まあ、テクスチャー貼るなり何かするのにして、ちょっと 街っぽくする必要があります。今何もついてないので、こんな感じですけど。これもですね、一個一個、こう、マテリアルをですね、こう入れていけば、まあ、それっぽく、街並みっぽくなるので、まあ、これはちょっと細かい作業になってしまいますが、まあ、一個一個ですね、やっていただけると、ちょっと面白いのかなと思いますので、ぜひですね、お試しください。ちなみにもう一個ありましたね。DM の下に、メタデータとトラン、トランもありますね。この二つがあるんですけど、これはまあ、XML なんで、 使わないとして、この下のトラン、これもやってみましょうか。533945でしたっけはい。533945が新宿なので、533945のこちらをですね、あとドラッグアンドロップで、アセッツの中にですね、入れましょう。はい。ユニティがですね、今落ちてしまったので、このリビールインファインダーですね。このプロジェクトの中のアセッツを右クリックして、 このリビューインファインダー開いてもらって、で、こうですね、ファインダー。Mac の方はファインダー。Windows の方はフォルダーですかね。まあ、これが、このファイルの中身が見えるところが出てくると思うので、こちらにですね、この533945トライイン。これ、109メガバイトあるから、まあ、それは落ちますよね。100ギガも、1メガバイトもあるので、これもしかしたら、f x ちょっと縮小させて、こっちで使うっていう方が現実かもしれないですけど、まあ一旦今この109メガバイトのでやろうと思いますが、まあ現実的にはちょっと縮小した方が良いですね。じゃあちょっとこれでもう一回チャレンジしてみます。あとですね、再度落ちてしまったので、ちょっと小さめのやつを選びたいんですけど、これですね、102はちょっと重いので、でも新宿に近い方がいいなと思うので、 945じゃなくて、どっかありますかねちょっと拡大して。結構広い範囲で945ですね。渋谷あたりが935と。この tran って多分道だと思うんですよね。渋谷の935も、ほら、そうですね。やっぱ93.4メガで重いので、もうちょっと軽そうなこの934とかどこですかね。934はどこかというと、 945, 946と書かれてるんで、こっちか。944。944の下、934。ここですね。世田谷区ら辺。この辺はちょっと軽そうですね。944はどうでしょうかね。杉並区の西側とか、どうでしょうか。944。まあ35.3メガバイト、結構ありますね。まあ、さっきよりは軽いので、こっちの944にしましょうか。 はい。今ですね、こちらの杉並区ですかね。こちらの新宿のある945の、もうちょい左のですね、この杉並区の西側あたりをですね、今、ダウンロードしたので、こちらをですね、ドラッグアンドロップで持ってこようと思います。こちらのですね、シーンのところにドラッグアンドロップで載せてで、またですね、X 軸、Y 軸、Z 軸をですね、00とするとですね、はい。きましたね。 しっかりと道が今、ここに置かれました。結構綺麗ですね、こう見ると。この新宿区のはやっぱり、幅も広いし、やっぱり新宿ら辺ってごちゃごちゃしてるので重かったので、ちょっとユニティが落ちてできなかったんですけど、まあ、もうちょっとですね、サイズを小さくすれば、結構こちらも綺麗に反映されるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、そちらもできる方は挑戦してみてはいかがでしょうか。というわけでですね、今日はこの辺にしようと思います。ユニティの講座。 ユーデミーというですね、動画を配信できるサービス、プラットフォームがございまして、そちらにですね、クラスターでワールドを作ろう、世界を作ってみようというのをですね、出していますので、もしよければそちらを、そちらもですね、お試しください。そちらのですね、ユーデミーの講座では、実際にですね、この作ったワールドを世の中に公開して、みんなで遊んでもらうっていうのもですね、やってますので、ぜひ、興味がある方はそちらもご購入いただき、やってみていただけると嬉しいです。 今回はですね、この国土交通省さんが出しているですね、無料のですね、3D アセットを使うと、こんな感じでワールドを作れるよっていうご紹介でした。ぜひですね、皆様もこちらもお試しみください。それでは、本日も良い一日をお過ごしください。チュースまたねーハローブーテンターク。私、中条隆之と申します。この講座ではゲームエンジン Unity を使ってクラスターのワールドを作っていきます。 Unity で 3D の空間を作ったら、メタバースプラットフォーム、クラスターでワールドを公開してみましょう。スマホでその公開したワールドに入りますと、このようにアバターで入ることができます。そのアバターは、スマホで作ることができます。またその作ったアバターでワールドに入ってですね、ぜひコミュニケーションもしてみましょう。例えば、チャット画面で、はじめましてというと、はじめましてということができ、もしかしたら他のユーザーもですね、はじめましてと言って還元してくれるかもしれません。 私中城貴之と申しますぜひですねこの講座を使ってメタバース空間をですね作ってみてはいかがでしょうか次の世界を作るのは君だぜひ Unity 入門クラスター講座ご受講くださいませ